どうもエルザレットです。それではイーストワードやっていきたいと思います。続きからで第4章だね。今回はね、まあ地震ナマズっていうのとグラグラの谷に行くみたいだから、今回はダンジョン攻略になるんじゃないかなと思う。あ、前回ね結構お手伝いパートだったからね、思ったよりもこう動き回るってことはなかったね。まあでも新しいダンジョンは楽しみだな。うずうずしてる。ジョン、やっと来た。すぐ出発しないと。ダニエルとウィリアムが大駅で待ってるよ。よし、行くか。ちなみに食べ物は OK。木も OK。駅にレッツゴー。あ、いた。ウィリアムなぁ、ポットクロック島出身、ダニエルの父ちゃんだと思うんだよなぁ。そこにいたのか。さあ、こっちだ、早く。でも、ゴミ山についてくるってことは、ちゃんと目的あるんだろうな。ほほう。それでこそ、ジョンだ。いつだって準備万端。階段の上の道を右に行くと、グラグラ谷に通じる山の洞窟がある。結構歩くから、そのつもりでね。あそこはもともと巨大なゴミ捨て場だった。けど人が寄りつかないせいで危険な怪物のたまり場になってしまった。まあ、君たちなら心配ないだろう。ハイリスク、ハイリターンってことさ。それじゃあ谷で会おう。谷でな。絶対なんかね、パーツ取りに行く護衛としてついていくみたいな感じだろうな。そんな自分のためっていうか他人のために動くような感じしないしね。銃めっちゃかっこよくなったね。うわ、だってさ、これ見てて見てて、あの線動くんだよ。銃口動くんよ。凝ってるよね。いた。これ考えるとフライパンの強化ってできないもんな。隠しツール発見。イエーイ。ん？あ、こっちか。ほい。ちょっと待って、これ正解じゃないよね。いや、これ、魔法だ。よし、行こう行こう。ん？あ、いや、爆弾か。ドーン。さあ、何が待ってるかな。あ、やっぱダンジョンだ。サンちゃんの強化だね。よし。まあでもこんな感じでね、サンちゃんの強化するとは思わなかったね。そんな敵も出てこないし、謎解きパートっぽいからね。おお、そういうパターンか。ちょっと待った。フライパン。ここは通れないか。壊せるって感じないもんね、これね。やばい。ポン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 。ほい。置いて。あ、やば。回収。回収できるのいいよね。
暗い、ずっと暗い。はいはい、うーん、そんな感じか。範囲、横範囲広いね。いいね。おう。行き止まり。暗いからね、ちょっといまいち。どこがどう繋がってんのかなーって感じだね。あー、爆弾ぶっ飛ばしてーって感じか。ナイスー。行こう。うい。反対側からでも壊せるんかね。ちょっと気になったけど。いていていて。いて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 。虫ちゃんが硬いね。ここの虫ちゃんは硬い。よし、着いた。はい。で、サンちゃん変えて。あー、なるほど。そうだね。こういう風に時間制限付きもあるわけか。まあでもこれでいけたんじゃない？もう。ほら、クリアー。じゃあ、さんちゃん許可。エネルギーヒール。演武の際。でもさ、これ、サンちゃんさ、その、魔法を使えるようにはなるんだけどさ、あのね、使い方がわからんのよね。あ、こういう感じか。あー、なるほど。マックスの時に三角で使えるって感じか。あー、はははは。了解。やっと使い方分かった。でもヒール覚えてくれるのはめちゃくちゃ助かるね。正直ね。おっさんにダメージ食らうからな。いていていて。しかも青に関しては破壊しないと出てこないんだよね。で。硬いねー。レベル3の強化であれだもんな、敵の倒せる感じがね。
硬いよね。おー、急にゴミ山。ちょ。危ねえ、危ねえ。嫌な感じのがいるね。ちょっと危なそうなやつはね、先にしっかりと処理して。あとは、OK、行こう行こう。マジでゴミ山だね。あー、なんかいる。ドン。2発だけどめちゃくちゃいて。あ、でも強いね、銃ね。強化しただけあるわ。強い。たまには使うかい。おお、復活するんか。植物系復活するからちょっと厄介だね。マジでショットガンかっこいいな。弾薬、100溜まってる。あー、そんな、あれか、徐々に回復か。はいはいはい。ちょっと見てみようか、どんくらい回復するか。いや、なかなか回復するね。これマップ移動すると、あ、残ってる残ってる。あ、いや、だいたい5ぐらいだね、回復量はね。料理はマックス、セーブしよう。あれ、セーブ。よく問題引き起こすことがある。そんな時は接続部の端子に息を吹きかけるといい。イニシエの知恵というやつだ。ファミコンだね。フーフーでしょ。ビギフーフー。フーフーなぁ。フーフーするよね。特にないかな。あ、グラグラダニはこっからなんだ。ジョン、見て、扉だよ、ほら。とっても重そう。しかも引き上げるものもない。ハンターハンターかな。そうだ、言い忘れていたよ。この扉を開けるにはかなりの力が必要だ。ダニエル、君ならできるだろう。お、やっぱそこは機械だから。ただし今回は壊さないようにな。うん、わかった。おお、うん、いいだろう。ダニエル、ダニエル。これくらいでいい？ダニエル、すげえな。てか、性能高いね。わあ、ダニエルってすごいね。そんな、これは、呪いだから。呪い？呪い？ 5 本。その通り、それに私たちの旅の理由でもある。
話が長くなるから今は説明しないけどね。大事なのは魚を見つけることだ。呪いか。この呪いがなければ僕も普段の子供だったの、普通の子供だったのかな。え、これ本当にダニエルなの？本物じゃないよね、さすがにね。そういうオチだったら、なんで3人会った時に忘れてんのって話になるけど、記憶も飛んだってことか。それとも知ってるふりするなってことか。知ってるふりとか知らないふりしとけっていう話なんだろうね。わかんないけど。一撃。そっか、あのカラスくんのか。移動制限されるのがね、なかなか。いて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 。出てきた瞬間倒すのが大変なんだよね。ちょっと左行こうか。お、あいつ爆弾吐きそう。動く、アメンボか。ちょっとパチンコ玉みたいな動きやめて。強いっていうか厄介だね、あんな跳ね返ると。しかもダメージも 1.5 とか高いね。ライフ高いんだよな。食べ物で防御力アップとかだからね。ちょっと大変じゃ大変。引き出してソルトじゃない？ほら150。ポン。ポン。ポン。あれ。ポン。で、足場になると。ウィリアムたちもちょっとね、どっかで話が出てくるんだけど、気になるね。おお、いてぇ！毒じゃん。距離か。痛い。いかんか、厄介だね。これはサンちゃんのヒールは覚えててよかったぞ。意外とナスの詰め方が厄介。プリン。意外と厄介だな、あの鳥さん。倒せるやつは倒すっていうかね、火力ガンガン出してやった方がいいって感じはするね。パーツゲット。おお、そういう動きできんの。今、体を動かしたよね。撃ちながら、こう、拡散ってか、横に撃て、向けれるのか。あれ、いいね。なんかいたね。
これ爆弾もあれだな、ちょっと足りなくなってきてるね。で、こう。やばそうだから先にやる。やばそうだもんね。あれはちょっと嫌な感じがしたな。8だよね、多分。ほい。動く床的な。サンちゃん変えて、とりあえず上行って箱を動かすか。ああなるほど、ガンガン上行っていいね。いいね、ダンジョンが全く違う感じになってるのがいい。そこ上あるね。ああ、あそこ投げ込むのか。これ考えたね。爆弾最後に1個なんだけど、あれやべえな。補充したい。補充といえばちょっと銃ガンガン使って減らしてからソニックボーイ呼ぼう。よし、せっかくだからね。ソルトかな。あ、上級パーツー。ちなみに今何個ぐらい ?22 か。右上に書いてあるんだけど。よし、1個補充完了。あ、ガンガン使っていくぞ。ん?中ボスっぽい雰囲気。大丈夫?これ食材だね。レモン。はい。宝は知ったか。うわ、めっちゃトゲ飛ばすやん。あったあった。痛い。やば。で、これで回復するテーマが。あ、でもハートジュエル久しぶりじゃない?ゲットしたの。絶対取りこぼしてるよね。もうそんな気にしたらどうしようもないんやけど。そう考えるとさ、全部回収するって結構大変だよね。3発か。あとはそうだね。いて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 。はい。これ3ちゃんパートか。はいはい。あー、なるほど。そしたらこれで変わってと思ったけど、
とりあえず船が来るようにして、そうだね、とりあえずきます。で、はい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 、さんちゃん、さんちゃん逃げて、ミス。これでいいのか。トン、でも必ずこの二人で協力するパートがあるのはいいね。何にダメージ受けた？地下。ああ。やめい。やめい。なると、そう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 、ジョンのところに来なさい。びっくりした、バグったよね今ね。ほいの、燃やしてやる。いけいけ、サンちゃんいけ、よしよしよし、これでオッケー。弾薬ゲットの、あーなるほど、そうなるのか。これか、そうだね、範囲的にっていうところだよね。で、ってなるとこうで、はい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 、お姫様呼びたいけどあれだな、全く素材減らんな。あ、グラグラ谷の真珠だって。え、なになになに、貴重品、貴重な真珠、この美しさで愛を勝ち取ろう。愛を勝ち取ろう。なんか個人的に赤ちゃん用のやつにしか見えないんやけど、気のせいか。ほい。痛い痛い痛い。で、こっちサンちゃんを動かすわけだ。いてぃ。まず燃やして、で、通れるようにして、オッケー。いいね、協力ギミックはいいね。ジョン、ねえ見て、何あれ、あ、トラックか。これってジープだ。あ、よくわかる。
ってる戦争の時に使う車なんだって。えへ、アルバが教えてくれてたの。ジージーバン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 。ジョン、ほら見て。ここは戦場だよ。相手は。そう。卑劣な闇の王、ソロモン。あ、ソロモン闇の王なの。ジョン注意、危ない。絶対動くな、これ。ふう、ソロモンの魔法弾なんとかかわしたよ。うわ、また来たよ。左折せよ、ジョン、左折。素晴らしい運転だった、ジョン注意。うわー、右選手が、あれはソロモンの城だ。ジョン注意、準備。まだ。押さえてー。ウティー、撃っちゃったこれは流されてるんだよね。おー、すげえ。ちょ、マジで？ブレーキも何もありません。ブーストだって。やばい、ライトも書いて。いやー、サンちゃん口。おー飛ぶ。ちょっと待って、ブーストするとね。しかも結構ゴールまで距離があるっていうね。これいいのかな。こんなガンガン当たってるけどさ。うい。でもどっちかっていうとボートって感じだよね。ういブスト。いやいいね。でも急にこうミニゲーム系増えたね。めっちゃ楽しい。やばい、ボロボロ。ちょっとね、スピードが強すぎるとダメってこと。めっちゃ難しい操作。さあ、そろそろゴール。まだか。お、ゴールか。わーって、まあそうなるよね。見て、ダニエルだよ。まだ来ない。なんかあったんじゃないよね。ダニエル、まさか。私の直感が信じられないのか。そんなんじゃ。ほら、二人が来たよ。ぶつかるうわー、嘘でしょ。一瞬ダニエルやば。華麗な登場だったね。ほんとね。ウィリアムたちも乗る？ジープってすごいよ。あれはジープじゃないよ。ダンホカーズの T308 ミニカー。ダンホ初の重量。4気筒のエンジンで、しかも希少なホワイトモデルで。それより、獲物の話をしようじゃないか。黄金魚のこと？探しに行かなくちゃ。ジョン、行こう。あいつはきっと手強いよ。ボス戦らしいっすね。ちゃんと準備をしていってね。あー、何か買える？あー、弾薬系か。結局なー。ちょっと使ってみようか、せっかくだし。
おお。24なの？全然補充してくれないね。半分ぐらいだ。あ、記憶を残しましょう。料理もしとく？ちょっと待って、料理もだけど、寝床ないのか。じゃあちょっとさ、カニ、豆腐、キャベツ。バイアミント。カニ鍋できるんじゃない？トントントン。あ、ダメだった。カニ鍋できるといいな。椎茸入ったね。唐辛子も入った。カニ多いね。海鮮ラーメン。しかも、コストダウンとかある。すげえな。ラーメンができると思わんかった。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。次回も、ボス戦だね。ボス戦やって、多分話が一気に進むかなーと思う。まあ、でも面白かったなー。まあまあ、ちょっと次回ね、頑張ってみたいと思います。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。